トゥンカルトゥンカルは、チベット語で、白いホラガイを意味する。ボン語でホラガイを意味するシャンカとも呼ばれる。白いホラガイの上に散りばめられた鈴や、聖堂の造眼細工や良きエネルギーを表す名色のビーズによって、飾りがなされている。インド史を通じ、ホラガイは大いなる力、権力、威信の象徴であった。インドの女ジ児ジシの英雄たちは皆、名を持った白いホラガイを持っていた。 英雄が白いホライを鳴らす時敵軍は恐怖におののき、それは戦いの始まりを意味した。このイニシエの信仰はチベット音楽における白いホライの平和と良きエネルギーの神聖なる象徴というイメージへ影響していると考えられる。トゥンカルは有士以来宗教楽器としてチベットの宗教音楽において使われてきた。チベットでは仏教の到来以前シャーマニズムである。 盆教が進行されていて、トゥンカルは霊を呼び起こして、家畜や作物の成長を助けたり、山や破滅をもたらす悪霊を消し去るために使われていた。今となっては、トゥンカルは主に仏教寺院か工業において見られ、非宗教的な使い方は非常に稀である。トゥンカルはトランペットによく似た音を出す、記名楽器で、その振動は奏者の唇から楽器自体へ伝わる。 ザックス・ボルンホルテル楽器分類番号では423.1112にあたる。以下の分類項に含まれるトゥンカルの寄付法。それらは特定の仏教寺院でまばらに見られ、多くは昇華のためのものである。それらには音程の情報は非常に少ないか全くなく、主にリズムと発音のみである。これのために寄付法はネウマの体系を用いる音程情報だけでなく、 リズム及び、戦立人格情報を含む。しかしながら異なった音程で演奏されるのは、非常に稀で、合唱における装飾音としてのみ使われる。トゥンカルの音は、仏教の法の世界への宣言の象徴であり、還元楽において二つ一組で演奏される。また、特定の催し物で人を呼ぶ際にも用いられ、その際には、東西南北の四方に向かって廃される。 トゥンカルの使われる、合奏の例のうち仏へ捧げる音楽では、スイルニエンと中和と共に用いられる。その合奏は悪霊を混乱させ、フッツを幸せにすると言われる。トゥンカルの演奏はまだ他の楽器の奏法を習っていない、少年によるものが大抵である。ありがとうございます。